はようございます。釣り子 TV です。ジャッカルで気になっていたですね、このワーム、バウンティーフィッシュ158。これがね、釣り具屋さんに並んでいたんで、買ってきてみました。価格はですね、1250円ということですね。で、4本入ってるんですよね。結構特殊なね、構造になってるんで、もうなんだろう、下手したら2本入りでこれぐらいの値段になるのかなとかね、もうちょっとなんだろう、高くて、数少なくてっていう感じなのかなと思ったら、買ってみたらね、1250円で、4本も入ってくれているんで、なんか良かったってね、まずね、そんな感想があるんですけども、買いやすい感じ、4つも入ってんだったらいいんじゃないかなっていうね、早速ね、バウンティーフィッシュ開けてみていきたいと思います。まずね、パッケージはね、こんな感じでね、釣り具屋さんに並んでいたら結構もう目立つんで、一発でわかると思うんですけども、カラーはですね、ダークグリパンブルーってカラーがね、売っていたんで、これ買ってみたんですけども、はい、じゃあ早速開けていきたいと思います。バウンティーフィッシュ。はい、こういう感じで入ってるんですね。じゃじゃーん。ね、今年フィッシングショーとかなかったんで、本来だったら釣りフェスティバルとかフィッシングショーとかあったらね、あの展示会でどんな感じなのかなってね、硬さとか触ってみたりとかできると思うんですけども、やっと触れた。結構ね、張りがあります。ここはね、もちろんこういう接続なんで非常に柔らかい印象ですが、それにしてもまあちょっと張りはあるんですけども、テールの方まで結構ね、ビシッとね、芯が入ったような、そういう張りがあって、ね、で、ボディの方にも結構、なんだろう、触ると分かるんですけど、その、張りがあります。結構ね、むっちりした感じ。そんな感じですね。で、これ、ね、この、くびれ、これからも分かるように、最近流行りのあのアクションがね、しやすいっていうことですよね。ジャッカルで言うと、プラグで言うと、これとかが得意だね。はたまた、まあ、こういうルアーがね、得意だったり、これも目玉取れてすごいイカチー感じになってますけど。あれですよね、こういうリップ付きのルアーで、ジョイントルアーで、このラフなセッティング、つながりがあって、こう、クイッ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 クイってこう、ドッグウォークさせるというかね、こう、頭振らして、クイックイックイックイってこう、その場でもうテーブルターンの連続みたいな感じで動かして、一箇所でネチネチ動かして、食い上げさせるっていう、あの今流行りのアクションですよね。それを、ワーム素材でできちゃうっていうね、こういうルアーですよね。で、このね、深めのスリットとかにしっかりと、オフセットフックを埋め込んで、それでカバーの奥にズババババッと入れて、で、クイッ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 クイって、このね、お尻を残してこうドッグウォークするような、あの独特な一箇所ネチネチアクションが、ワーム出てきちゃう。これは釣れちゃうでしょうっていうことでね、これはちょっとね、使ってみたいなっていうところがね、あそこやあそこっていろいろあるんで、一袋ね、買ってきてみました。で、そのね、一箇所でのその定点保持の能力を強めるために、この複雑なリブ。ね、これが、水をギュッと掴んで、よりね、その場で、いる性能がアップしているっていうところと、あとね、動画で見てきたんですけど、この頭ちょっと特徴的ですよね。この先端がね、ここにラインアイを埋め込むことによって、ゴミを拾いづらくするっていうね、そういう工夫もなされているっていうね、もうジャッカルらしい、なんだろう、新しい感じですよね、これ。ね、プラグではね、もう、いくつも似たような感じのね、コンセプトのがね、登場してますけども、それをワームでやっちゃう。ね。そんでもって、ここのコ
この接続、ね、ここまでやっちゃうって、まあなんかジャッカルらしいワープだなと思ってね、一袋買ってきてみました、使ってみたいのはね、自分なんかあの暴走のリザーバーに行くことが多いんで、そういうリザーバーのオーバーハングの奥の奥にね、ズババババーってスキッピングで入れてって、それでもってちょい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 ってね、できるだけね、影の部分でね、誘ってで、食わせるね、こんな風に使いたいなっていうところと、あとはまあ、立ち木ですよね、結構これは引っかかっちゃいそうだなっていう、プラグ入れんのどうしようかなっていう、立ち木とかにズバッと入れて、それで、プラグだとなかなかそういうクイクイアクションできないところでクイックイックイックイってね、やってみたら、普段狙われてないパスがガバチョーってね飛び出してくるんじゃないかなとかね、そんな感じでね、非常にね、楽しみだったんで、これはね、ぜひもんで一袋まずは買ってみました。で、ね、パッケージに簡単にね、説明が書いてありまして、カバーをすり抜けドッグウォークで仕掛ける、ノーシンカーではフローティング仕様、ネイルシンカーを入れることで沈めることも可能、ボディが水を噛むことにより移動距離の短いドッグウォークを実現で、推奨リグ、ノーシンカーリグ、ネイルリグ 0.9g から 1.8g ぐらい、推奨フックがですね、オフセットフックの50番から、60番ということでね、そこら辺の針で合わせていくと使いやすいよっていうことで、でここの機構はですね、ネットジョイント構造っていうね、こういう風なね、名前みたいですね。この一回見たら忘れられないんですよね、これ。ネットジョイント構造。はい。で、これでちょっとね、もうどうだろう、釣れる季節に入ってますよね。なんかタイミングタイミングでズババババってね、投げ込んでみたいなっていうポイントが、あちらこちらにあるんで、実況動画の方でもね、どんな感じか試していきたいと思います。はい。というわけで、本日の釣り講 TV は、こちら。ジャッカルのですね、新しいワームですね、バウンティーフィッシュ158、これを一袋買ってきてみたよ、開封してみたよって、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。また会おうぜ。